はい、酒好きな新潟人の飲酒動画ですが、今回はですね、私事なんですが、会社を、辞めることに、なりました。はい。理由は、いろいろあったんですけども、それに追従してですね、新潟県を離れて、東京の方へ、一人暮らしすることに、しました。ということでね、東京都のどこにしようかっていうのも今考え中なんですけど、とりあえずね、ホッピー通りがある、台東区だったっけ、浅草のあたりにしようかなという感じで今考えております。なんかね、おすすめのね、東京の、とりあえず、酒屋行きたいんで、酒屋ね、東京の下町酒場みたいなとこが、ぜひそこら辺に通いたいんで、なんかね、おすすめのね、そういった東京おすすめの、なんか、ここがいいよみたいなのがあればですね、ぜひ、コメントで、下のね、コメント欄にコメントをぜひお願いいたします。ということで、新潟人ではなくなるということなんですけどね、今後は多分、元新潟人の飲酒動画みたいな感じになるんじゃないですかね。今までは、実家暮らしだったわけですが、以前、大阪の方で4年ぐらい一人暮らししたことはあるんですけども、正直大阪は、自分にはちょっと合わなくて、非常に いろいろね、嫌なことがたくさんありましたから、大阪はね。今度東京で、東京は、イベントとかもいっぱいあるしね。東京行ったら、そうっすね、下町酒場の様子とかを、飲みながらね、そこで下町酒場動画撮りながら、その動画を上げていく感じになるんではないかなと思います。でね、酒が大量に残ってるんで、これをな、どうするかなんだよね。持っていくと思うんだけど、大変だな。100本以上あるもんな。どうしよう。箱詰めが大変だ、これ。ということでね、私事でございますけど。ちょっとね、会社でね、いろいろね、もう嫌になったんです。簡単に言うとね。そんな感じっすかね。ということでございます。おすすめのね、物件じゃないけどね、酒場のいいところみたいな。でも、ホッピー通りとか有名だもんね。ホッピーのね、台東区のあたりね、浅草の寺のあたりみたいですけど。あそこら辺はとりあえず考えてるんですよね。やっぱ近場がいいじゃないですか。家の近くにそういうのがあればいい。ここ歩いていけるし、みたいなね。非常に、東京の、ね、下町酒場は非常に、俺は興味がありますね。めちゃくちゃ飲んでみたい。今までだって、バーとかも行ったことないし、バーは行ったことないですね。酒屋っていうか、酒場みたいな。
もうほとんど行ったことない。多分、あっても忘年会のぐらいの、なんか料亭みたいなところぐらいですかね。まあどうしても車があるからね。車があると、車で行か、まあ田舎なんで車で行かなきゃいけないわけだから。まあどうしても、酒が飲めないっていう状況になりますからね。まあ大体俺の家はもう車で20分行かないと駅ない。最寄りの駅が車で20分かかるからね。まあそういうことでね。まあ皆さんにご報告がてら、させていただきました。それではね、ご視聴ありがとうございました。